拉致問題や核問題での膠着状態が続く中、政府は北朝鮮に対する日本独自の制裁措置を2年間延長することを閣議決定しました。引き続き国際社会と緊密連携しながら核ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題の解決に向けて全力を尽くしてまいりたい。北朝鮮への独自制裁は2006年から実施しています。今回の閣議決定により、北朝鮮を相手とする輸出入の全面禁止や、北朝鮮に寄港したことのある船舶の入港禁止といった措置が2年間延長されます。一方で、 EU と11年間続けてきた国連人権理事会での非難決議案の提出は見送っています。菅官房長官は、何が効果的か分析して判断したいとしていて、圧力と融和の両方の姿勢を織り交ぜながら、北朝鮮側の対応を引き出したい考えです。